若林さんね、22歳ということですけども、オドぜひファンで新潟で、はい、ずっと好きです。まずオドリが好きです。あ、ありがたいですね。ありがたいね。で、オドぜひファンでありがたいんだけども、はい、どうしても許せないことがあるんだよ。あります、あります。元カノからちょっと前に LINE が来たんですよ、はいはいはい、私の今の付き合ってる人がオドぜひに出ると、フミヤはオードリー好きだったよねって。まずなんでそれを俺に言うのっていうのと、まずね、そうだよな、俺よりそいつ絶対オードリー好きじゃねえだろっていう。あ、そう、彼が彼が番組に出る甲信越の中だったら、うん、多分僕が一番オードリー好きだと思うんですよ。甲信越の中で、甲信越の中で、甲信越だったら甲信越1ですね。あ、日本で言うとちょっと、まあ、いるかもしれないですけど、甲信越だったらもう僕が一番で自負してるんだ。なのにおかしいぞと、なんで元カノの今彼が出てるんだと、はいはいはい、でそれでこの間その人が放送されたんですよ。あ、そう、もう体毛の関村くん、体毛が境目の、どこが毛かギャランドゥかみたいなのが、はい、全身か生えてる子が、もうそのぐらい覚えられてないんで、今正直怒りは収まりつつあります。あ、やつの手応えはその程度だったんだって思ったら、ライバル心すごいね。関村さんは、うん、オンエア見たんですよ。測ったところ、うん、5分26秒出てたんですよ、番組オンエアの尺がね、うん、僕は1秒でもやつより長く出てたいんですよ。あ、大好きなオードリーと甲子園代表として、やっぱり、1秒でも長くこの場にいたいんです。痛いって気持ちはあるわけ。あります。いや、これそんな、ね、結構5分はね、結構長い方だわ。やつに勝ってるとこいっぱいあります俺。あ、ほんと。もう体毛、体毛、体毛でも、体毛ちょっと見して、ちょっと軽く見してもらって、全然入ってないじゃない。こんな全然入ってないじゃない。もうここで終わります。長野林、ただ待ってください、待ってください。いや、普通の小太りなのよ、長野林くんの体が今、はい、じゃあもう大丈夫、長野林。いや、待ってください、まだあります。ただ今富田さん的にどう、何分ぐらい取れてる感じだ、オンエア尺で。まだ2分じゃん。で、5分って最近のあれじゃ長いっすよね。長いですね。体毛のね、こうは。じゃあ僕の初体験の話とか。いや、そんな初体験の話聞かされてもな。変わった感じなの？普通に家のベッドで昼間に。それじゃあダメよ。昼間に家のベッドでなんてそんな話聞けないよ。なるか。じゃあもういい。じゃあ待ってください、待ってください、小林さん。だってもう、まあ、僕の名前の由来とか聞きませんか？珍しい。いや、だ珍しい名前だけど。あんまりいない。まあ一応聞くよ、じゃあ一応。そしてどういう名前なの、これ由来は。これは、うん、僕今5代目なんですよ、長野林。文家で5代目で、初代の孫作じいちゃんが、新潟の三条市の下田の、長野林村っていう村があるんですよ。これ僕これしか、そこにしかいないんですよ、うん、村の出身で、そこから町の中に出てきて、うん、来た苗字です。あ、そこから受け継がれてきて今長野林、私フミヤになりました、うん、フミヤになりました。いや、テレビ舐めてんの。今の厳しすぎる。厳しすぎないよ。ラジオで聞いてるのと全然違う。もっと愛のある人だと思う。いや、俺はやりたいよ、そんなね、熱い気持ち持ってくれてるから。俺だって応援したいけど、あまりにも薄いのよ、長野林が、うん、ちなみになんで別れたの、その彼女と。理由は、振られたの、それを振ったの。いや、これテレビですよね。いや、お前ちょっと待て。そんなクソみてえな名前の由来にしといて、なんでそこだけ喋られないんだ。